静かにね、はい、それでは男子 5000m で優勝した萩原選手にインタビューします。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の記録についてどう思われますか。まあ暑さの中ではあったんですけど、14分台は出しておきたかったところだと自分の中では感じています。はい、じゃあ北進に向けて一言お願いします。まあ、絶対に6位以内入って、まあ、インターハイは自分の目標なんですけど、まあ、やるからには、まあ、留学生もいるんですけど日本人1位取って、まあ、胸を張ってインターハイ行けるようなタイムと順位を取ってインターハイにつなげたいと思います。はい、じゃあ頑張ってください。おめでとうございました。ありがとうございました。はい。